からグリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ2018年も後半にあ1月もうあっという間に後半に入りました新年3回目の放送になるわけなんですけれども皆様インフルエンザがちょっと流行っているっていう え話題もありますがいかがお過ごしでしょうかもう風邪ひきたくないなって風邪は万病のもとと申しますから風邪はぜひ皆さんお気をつけください手洗いうがいというねやっぱりそういう基本的なことが大切なのかもしれませんさあ今日のお客様はちょうど1年ぶりにお越しいただきました法然院31代目カンでいらっしゃる梶田新翔さんです ようこそお越しいただきましたどうもお招きいただきましてありがとうございますありがとうございます 1>,、はい、1年に一回七夕さんみたいですけど、ね、いや,いや,いや本当は気持ちとしては三ヶ月に一回でも一ヶ月に一回でもお越しいただきたいとそう言います,いれれますそんなにネタもございませんの、はい、<laughs> 年に一回ぐらいでちょうどいやい,いやいや,いやあの梶田さんとはフェイスブックの友達はい になってていいただいてるんですが拝見、はい、しておりますとまあ日々のその法然院の景色でありますとか、はい、それから猿が来ましたとか、はいろいろありますけれども、はい、非常にやっぱりあの多趣味趣味と申し上げていいかどうか分かりませんが、はい、多趣味な方だなというふうに拝見してるんですけれども。はい まああのー、今、えー、昨日かおとついはなんか相撲のことについて書いていらっしゃったと思うんですがそううでしたね一応,応あの、誰か応援している時期を決めた方が面白いと思ってずっとああ一回決めたらその人を応援していこうかな,なんか高安関も中にあったような気がするんですが、はいはい、その応援すると決める理由っていうのはどういうところにあるんですか 白鵬とか木瀬、えええー、の里とか、えええー、そういうんじゃなくて、ええ、そういう方ではなくというところですか、ええはいはい、そうですねどういう人を応援しようというなんか応援してたらそのす上がっていくかなっていう期待する人ですよね<あ>だからその上に上がってからじゃなくて<ー>割と十両の頃ぐらいから、はい、その決めてまあ応援していくあそうなんですかはい、はい、そうすると十両の取り組みも 見ることがご覧になることがあるんですか。そうですね。おおそれはなかなかまあかなりなツー。まあいつも見てるわけじゃないですけどね。まあもうあの三人に決めてからもう上がってきたので、まあこちらのトリムを見てますけど、今あまりジオロの方は見てないですけど。あそうですか。応援されてるごお三人の関取トリはあの活躍されてますか。コンバージョンの調子はまあまあですか。なかなかあれ模様の。そうですね。 今何場所になるわけですか。初場所ですこ場所吉風なんかも二人の横綱を球場に追い込んでしまいましたから、はい、ある種ファンの方には申しし訳ないいことででございましてそうですねはい、はい、やっぱりあの強い人はある程度横綱らしい相撲を取るっていうことも、はいあのー、やっぱり満員御礼にもあの15日間なっちゃったみたいなことを最初のニュースで聞きましたが。はいはい やっぱり見に行く方の、その楽しさとしては。ある程度横綱は。強くあってよっていう。気はいたしますが。ある程度。<laughs> もちろん。<laughs> 横綱らしいとか。ただまあ強くあってほしいんですけども、勝てばいいということでもないのかなと思いますよ、ねはい。それはそうで。勝ち方っていうものが。あ、そうですね。まあ、あの今、勝ちという言葉が、勝ち上げが問題になったりとか、張り手がどうとか。とか、はい、なんか。まあ、本当の勝ち上げだったらいいと思うんです。勝ち上げって、あの、立派な。 作戦なんで。あそうなんですか。ただ勝ち上げじゃなくて本当にこう肘打ちみたいな形なので、肘鉄をこれは勝ちいので、は普通の勝ち上げなら別に大丈夫だと思いますあそういうのもあの戦法の一つにあると、普通の勝ち上げは戦法だから別に何の問題もないと思います。ああ、そうですか。皮目掛けて肘打ちするのはちょっと問題かなと思ってます。本当ですね。あのそれをしないという意識をしたら途端に調子が悪くなったというのも。 なかなか興味深いという気はいたしますがそうです白鵬も人間だったということだと思います本当ですねはい、はいはい、さあ、えー、去年の1月20日と言いますと思い出してみますとトランプさんが大統領になられたその就任式の日でしたのであそうでしたね、まあ、これは0120ていうのはあのオバマさんも確かもうその日決まってますよねそうですねはい、はい あのその就任式の、えー、ちょうど演説が行われた日というところなんですけれども、はい、番組でもトランプさんのお話をあの梶田さんにどうなんですかということを伺ったかと思うんですが、はい、どうでしょうかトランプさんもう本当に物議を醸すというそんな一年だったかと思いますが、はい、どういうふうにあのご覧になってましたかいろんなことがあると思うんですけども。はい まあ基本的にご自身が正しいと思ってる方なので自信満々になさってきたので正しいと思ってるんでしょうかご自分はね、はい、はいはいこれやることが正しいと思って、はい、いつも自信満々なところは、はい、ある種の方にとっては、まあ、頼もしいリーダーだということになってるんでしょう、はいまあ、でもそれを正しくないと思ってる人には振り回されてきた一年だったでしょうね <laughs> くくも悪くも悪ね大統領らしからぬ言動というふうによく言われることがありますが、はい、その大統領逆に言うと大統領らしいってどういうことなのかなっていう <laughs> 気もいたしますが結構感情的ですよね、はいはい、一国の,その大統領としてはという、はい、やっぱり思いたくなりますね。そうですねやっぱり自分はこれが 良いと思っていらっしゃるんでしょう。はいはあ、で、それにはあ,ある程度ついていらっしゃる方も、なんか三割はいらっしゃるみたいです。からそうですね。ええ、岩盤のような支持層というふうに。まあ、それ方が頼りなので、はい、まあ、それに向けて、はい、だから、その方々は。良いリーダーだと。お、今んところは思っていらっしゃるから続いてるんだと思います。そうですね。はいはい、ちょうど一年経つわけなんですけれども。やっぱ、一方に組みするということだから、ね、他方にとっては。 大大変迷惑な大統領でですすよねね本当ですねそのアメリカ国内だけの迷惑にとどまるならば <laughs>、はい、まだしも結構世界に影響を及ぼす言動というのがあって、はい、これから伺いたいこともたくさんあるんですけれども、はい、あのエルサレムの近いところで言いますとエルサレムに大,あの、えー、と大使館 を移転させるというその一言があのエルサレムでの何のて言うんですかね対立をまた激化させるというそういうですのであの何のためのアメリカ大統領なんだというえ何なんだという世界の指導者ではないなとアメリカの。 まああの三十何の人に支持される、うんえー、立場の方っていうのは分かるんですが、はい、世界の,あのリーダーとは言えないなあという気はいたしますがでもあまり世界のリーダーってことをもう期待しなくてもいいんじゃないでしょうかね期待するからそれに期待外れだということになるんでしょうけど、はい、もアメリカももうトランプさんがおっしゃったように自国中心主義でね、ええ、もう世界の中の一つの国として国益を、うん 一番大事にしてやっていくんだと。はい。ことをおっしゃってるわけですから、はい。ある意味それは当たり前のことですよね。そうですね。はい、ただ今まではそのアメリカはその自国を大事にしながらも、はい。超世界の引っ張っていくリーダーとして、はい。まあ向く相手側にも配慮しながら、うん。という言動が大統領に求められていたと思いますが、はい。もう今やそのアメリカもそういうような余裕がなくなってきたっていうことのようですから、はい。そういう,ようになってしまわれる。 ということを前提としてこれからアメリカとのお付き合いをみんな考えていかなくちゃいけないという話なんじゃないかなと今のところは思っていますただその、はい、そういうことにアメリカの国民がこれからも納得していかれるのか、うん、もうそういうアメリカでいいんだと自,己中心自国中心主義で世界のリーダーと思ってもらわなくてもいいというようなアメリカ国民でいらかれるのか やっぱりアメリカは世界からね尊敬されるようなリーダーとしてこれからもやっていくんだというような意識の方がアメリカの中でも勝っていかれるのかそれがこれからのアメリカ国民に問われていくことじゃないかと思っていますそうですね今本当に問われているというそういう状況ですよね、はい、アメリカファーストというとやっぱり自分さえ良ければ良いというあのことでもありますよねそうですねはい で基本的にみんなその国のリーダーっていうのはある種そこをやっていかないとい国民からはそっぽを向かれてしまうと思うのですがただそれをまあそれはそれとして上手にそのやっぱり周りとの国との関係もねうまく考えながら発言していくのかもうアメリカ中心でいくんだということを強く押し出していくのかそれはその方その方のまあキャラクターというかパーソナリティというか。 それによっていいくんじゃないかと思います、はい、あのそのトランプさんの言動で、えー、例えばエルサレムの問題なんかでイスラム教それからエルサレムってそもそもどういうところなんだっていう,こう説明がいろんなシーンでなされたりして、はい、あそうなんだと思ったことがあるんですがそのキリスト教それからイスラム教、えー、ユダヤ教はい、はい あのー、三つの宗教の聖地、狭い狭いその範囲の中に聖地がある。はい、ええー、そし、だけど、その神様は同じなんだって。いうふうな説明があったんですが。はい、そうなんですね。そうですね。あの唯一絶対なる神ですから、それは一つですよね。おお<ー>、はい、それぞれがそう言うてはです、ね。ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も同じ神様のことを言っているんですけども。はい。はい 結局同じ神様だということがかえってですねいさかいを起こすというか、はい、私の方がほんまに神様のことを分かってるんだと神様は私たちのためにいらっしゃるんだという私たちが神様のことを本当に理解して教えを説いてるんだということを言いたいのが人間なので、はい、それがなかなか兄弟だからかえってまあ、骨肉ならそうになるということですよね。はあ、一つの神様を取り合うと 誰が正しくその神様の心を理解しているのののかかとそそうなんですか、はい、その神様の心は、はい、その人を救うというか、はい、その迷いを取り去ったりその絶対的な愛で人々を包んでくれるのが宗教なのかなとは思うんですがただイエス・キリストも、はい、あんまムハンマドも結局預言者 言葉を神様の言葉を預かった方なんでどの方が預かった言葉が正しいのかっていうだから後に出てきたほど正しいというのがムスリムのイスラム教徒の方のの主張ですよよね、はい、キリストトり後に出てきたムハハンマドそモ,ハモハメッの方が正しく神様の死を再びまた伝えに来たのだとだから後から出てきた方が正しいのだとように言ってる人といややっぱりイエス・キリストこそが本当に神様の言葉を預かって。 私伝えたい人なんだというように信じていくのかってまあ人は結局自分が信じたい物語で生きたいわけですよね。で物語がさまざまあるからそのどの物語が正しいのかということでいす非常に根本的なところであの私はあの、えー、知らなかったかもしれません。あの <laughs> そのキリストが神だったわけじゃないんですね。 はい、あのムハンマドが神だったわけでもなく、はい、あの見えないその唯物心というのが、はい、仏心だから絶対心、ね、があってはい、はい、その神様の言葉を人に伝える言葉を預かって預言って預かる言ですねあの預金のようですよねそれがキリストであったりムハンマドであったりというあそうか。 どの預言者が言ってることが本当に神様の言葉を正しく伝えているのかっいう、うういう争いです。争う必要はあるんですかね。え、だからちょっとずつおっしゃってる方が違うから、<laughs> はい、のい誰もおっしゃる方が本当に神様の心意志なのかと、はい、いういかいです。そうなんですか。はい。はい。あのー、梶田さんは、はいえー、仏教で、はい、この何集になるわけでしょうか。はい。 浄土集計の法念自体は単独でやっている独立した宗教法人です。はい、あ、そうなんですか。教えとしては法念上人の教えを伝えていきたいので、はい、まあ浄土宗と教えは一緒ですけれども。はい、組織上は浄土宗に入っていないということです。ああ、そうなんですか。はい,はい、はい。この仏教とそういう、絶対心ですか。何か違いがあるんですか。もちろんですから、その絶一神教っていうのは。 神絶対の神様の心に我々が合わせていきましょうとそれを信じていきましょうということですが仏教は人が仏になるという宗教なので、はい、まず仏がいるんじゃなくて<う>人が目覚めて仏となりますよという宗教だからキリスト教は神様が人を作ったという宗教だから、ね、人がいてもいなくても神がまずいますと。 とといううことを信じましょうと最初に神様想像した神様に従って信じていきましょうと。はい、基本ですよね<え>で仏教はでも人が仏になりますから、はい、仏さんは人の数だけいる可能性があるよと。阿弥陀仏は仏ではないのですか,か阿弥陀仏は仏ですけど阿弥陀仏ももともとから阿弥陀仏だったんじゃなくて、えーはい、修行して阿弥陀仏になりましたっていうのが仏教なんですね。あそうなんですか。 だから私も仏になりますという宗教なので、はい、だから私にふさわしい仏さんがいますという宗教なんですね。はい仏さんがいますとはい、でもともと仏教はいろんなその物語のこ,のこんな教えがありますよって言われた中でどれがやっぱり最初は一番優れてるのかって仏教とも考えていたんですねずっと。 どれが優れている教えなのかとでも法然症になっていや優れていても自分ができなかったら意味ないから優れているかどうかじゃなくて私にふさわしい教えはどれなのかと選んでいきましょうとこういう話になったわけですだからどれが優れているかという争いじゃなくてそれぞれにふさわしい教えがありますって考えたらどうでしょうか ほうほうそしたら何が上とか何があの劣っているとか、はいはい、そういうことではないとそうですそれぞれの器にふさわしい教えがありますというふうに考えていませんかってほ<う>でもそう考えない坊さんもいるのでそういうお坊さんは喧嘩をしていくわけです。<あ><お>そうこっちの教えこそが絶対正しいよというタイプの方もいるのでね。 それは現代社会のお話ですか。それは歴史、昔の、今も一部はいらっしゃると思いますが、宗派対立ってあ,ありましたですよねす。だからそれは私の宗派こそ絶対正しいというタイプのお坊さんが争っていくわけですけど、はい、法年承人は私にはこの教えしかふさ、この教えがふさわしいと思いますと、はい、でもあなたにはあなたのふさわしい教えがありますから、ええ、その方は修行して仏教さんになりましょうと。はいはい 私は修行なんかしても仏になれないと思うからもう私は阿弥陀様を信じて、はい、阿弥陀さんの国に生まれて、うん、そこで仏にしてもらうしかないんだっていう他力本願ですねああそれが他力本願他力って今は他人の力って意味になりましたけどももともと阿弥陀仏の力って意味ですよねああ、はい、自分の力を信じられる方は自力<ー>修行あ、そういう意味なんですね、はい、自分の心は自分で磨けますとはあ、はあ、コントロールできますとはい。 清らかにしていけるんですと思う方は、ええ、なら冷え山小屋さんで修行するわけですね<ー>で冷え山で修行した本年が私は修行なんかしても全然自分の心自体が守らないよと本年さんそうおっしゃったんですか、はい、自分は煩悩の塊だよと<ー>ことで冷え山降りて、はい、私は南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と唱えて、はい、いずれ阿弥陀さんの国に生まれて、はい、目覚めるしかありません目覚めさせてもらうしかありません 他力本願を信じるしかありませんって説いたわけですねそれが法然承認の考え方ですか、はい、私は愚か者や悪人や自己中や煩悩の塊やっていうことを確認して、はい、でそれが人間のあり方じゃないでしょうかって私は思うよとでもそれに賛成したくない方は、はい、修行してね<ー>仏を目指したらいいので 自力は本願とは言わないんですけども自力で善をなすと善を行うと作る善と書いて「左善」というんですけども自力左善自力で善を成していくのかそれとも他力本願を信じるしかないのか要は自分の心は自分でコントロールできるかどうかということで仏教はいろんなメニューを説いてきたんですね。はい で自分にふさわしいがどれですか選んでいただいたら結構ですよ。というのが仏教全体の、はい、まあ考え方と思ってよろしいんですか基本的には。だから,だからいろんな宗派がありますよ、はい、いろんなやり方がありますよって。で一番大事なことは、はい、最後は一緒に目覚めましょうねって、はい、最後はじ仏様になりましょうねって。 はい、生きるかどうかっていうことだけなんで仏教は、はい、やり方はそれぞれあって結構ですっておそういうふうにやったら喧嘩しないでしょって宗教でそうですね、うん、あのー、何が正しいって私が正しいって、うん、あなたよりというふうになるから、うんあのー、最初に言ったようにその、えー、ユダヤ教やイスラム教や、はい、そういう対立が起こると <laughs> そうですお釈迦さんに戻ったらいろ,いろあるとお釈迦さんに戻ると、はい、うん 比較するからいさかになるんやっそうですねだから比較しないことが大事ですよって本当です、ね、安らかに生きるためにはと、はい、でもそれができないので人間はずっといいさかに続けてるんです、はい、その比較して何かを感じるからこそやっぱりそういう争いのもとというのが生まれると。はいはい、争いのもとにもありますしでもオリンピックでメダルを取りたいっていう気持ちにもなれるわけです。はい らら比較するから<ー>、はい。これは厄介なところで質問も、ね、本当ですね。はい、わ、はい、かりました。<laughs> さあ、この後はまあ、今の伺ったお話に通じるかもしれません。最近こう何十万部って、えー、売れてるっていう風うに聞いております。けれども、80年前に書かれた吉野源三郎さんの君たちはどう？生きるかを、はい、についてお話を伺います。<music> 今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、えー、梶田新章さんにお話を伺います。えー、梶田さん、あれ。漫画君たちはどう生きるか、同じ本がテーブルの上にあります。はいはい。はい、これ本年で、なんか、あのイベントをされるそうですね。まあイベントというか、はい、毎月読書会をしてるんですけどね。はい、それを今度、この本を取り上げて、2月、3月、4月と。 あ、そうなんですか。すごい。ね、みんなさんと一緒に語り合っていこうかと思ってます、はい。これは漫画、君たちはどう生きるかなんですか。ですけど、はいはい、これでされるわけですか。えっと今度取り上げるのはあのは漫画じゃなくて文章の方です。で,でも新しく出た方の文章です。<あ>昔からある文語じゃなくて、あ<ー>はい、はい、昔のその80年前はやはり文語帳で書かれているものですかそうですね。あの金遣いもちょっと読みにくいので。 はい、新しく出た方をテキストにしたいと思っています。あ,あ、そうですか。はい、今同じように漫画と一緒に平積みになってますよね。そうですね。そうですね。はい、あのー。ラジオカフェの本のソムリエという番組で、これを紹介された方が。はい、まず、この漫画から入って。はい、その本を読むといいというふうにおっしゃったんで。まあ、言われるがままという感じで。はいはい、まずは、この漫画を。手に取ってみたというところなんですが。はい、いろいろこう。 あの今伺ったお話その法然上人のお話にもあの、まあ、通じるような内容もそれか根本的な考え方としてはあったん、はい、そうなのではないかと思って私も今日この本を持参したんですが、はい、これどんな感じですかその3回取り上げるっていうことですが <laughs> 主にはどういうことを、うん その読書会の中でお話しししよううと思ってらっていらゃるんでしょうかいや別に私が話するというよりかは、はい、来られた方がこの本を読んでいろんなことをおっしゃるので、まあ、それが楽しくてずっとやってるんですね。っていう大事なことは同じ本を読んでも皆さんが全然違うことをおっしゃると、はい、いうことを皆さんが受け止めていただくと、はい、つまり私の見方だけが正しいわけじゃないというかまあそれだけが唯一の見方じゃないっていうことを まあ十数名ですけどね15名から20名ぐらいの方が集まって確認しちゃうと結論を出すための読書会じゃないのでそ、うん、それはそうでですすよよね、はい、結論ななんてないですよ、ねうん、だからこんだけ同じ本読んでもみんな違うこと言うなっていうことをみんな確認されたらいいなと思ってるその印象に残る部分も違うでしょうし、はいうね、印象に残る言葉も違うだろうということですね。はい、はい はい、結局まあこの最初の方に書いてあるのは、はい、最初は子どもの頃は自分中心で世界を理解していくけれども、はい、大人になってくると私もこのいろんな人間のうちの一人なんだっていう中でどう生きていくのかっていうことを問っていくようになるっていうよねな話ですよね。というふうな表現をされてますけどもそれはそうだなというところで,で,、ね、でこの主人公の男の子がコペル君という名前で。はいはい コペルニクスの,あの地動説、はいはい、やっぱりこれは重要ですよね,重要ですねもちろんそういうふうに主観的な見方と客観的な見方を人は両方合わせ持って生きていくと思うんですけどはいあのー、天動説だとあたかもあの最初に出たトランプさんは、はいはい あの天が動いてると思っておられるんじゃないかなというふうに思ったりもしますがでもそれでいけたら幸せな人生ですよねあ,なるほどある種ねなるほど否定するのではなく、うん、まあそれはそれで幸せなものと。うん、っていうのか結局仏教的に言うと、はい、それぞれの人間がどう生きてきたかによって今のその方が決まっていくのでだからそういう方がそういう言動されるのはちっとも不思議なことではありませんと。はい 私とはちょっと常識が違ったるみたいけども、はい、その方にはその方の人性があるんだと。そうですね。基本的な受け止め方です。ですああ、積み重ねの上にあの言動があり行動があると。そうです。七十<で>年の積み重ねが今のトランプさんは作っているので、本当ですね。それは私も一緒だし、あなたも一緒ですよねっていうことを一応基本的に認め合っていくしかないと思うんですね。ただそれを武力で解決しようとするのか、うん、それとも話し合って。 どこが違ってるのかを確認しあいつつ少しでも一致できるところがありがたいよねって生きていくのかっていうことだと私は思ってますけど本当ですねそこが肝心ですよね分からなかったら武力で戦うとこではいつまでたってもまた少し力を蓄えたら仕返しようかっていう話になっていくのでそうですねはいはい、はい まあその例えばその防衛産業の利益のために戦争するとか、はい、やっぱりそういうことはとんでもないなっていうふうにも思いますがす、ね、やっぱりそういうことで人が死んだり、うんえー、いろんな目に遭う難民になったりということはよろしくないなというふうに思います。すだからこのの本でいううと、はい、誰かのためにっていう小さな石がが一つ,つながって世界を だか、はい、は誰かのためにっていうその誰かが誰,かな,誰なのかっていうことで、はい、それぞれ生き方が決まってきますから、はい、その誰かが軍事産業だったら、はい、また違う方向に行くっていうこともあるよね。いかということで誰のためなのかっていうことによって、はいね、世界を本当に見据えていけるのかっていうそれが取られていくってやと思いますのでそれがまた煩悩とも関係してきますよね人間あ。そうですか、はい あのその法然上人の,のやっぱり人間はそういう生き物なんだという考え方は救われるというか、はい、あ,のありがたいというか <laughs> <laughs> まあそうですよねとあいろいろやっぱり自分でとあのこの本にもあの自分で考えるという言葉がよく出てきますけれどもやっぱり自分がコントロールするということも 大切ですよね。はい。ね、あ残り一分ですね。<laughs> あのこの中でこの本の中で私ナポレオンあそういう人だったんだというように思いましたが、はい、あ結構あのやりますねっていう感じ。やっぱり世界をある種動かしていくっていう面もあれば、はい、日本の太康さんみたいに、えー、そのねやったことの良い面と。 やっぱりひどいいが両方あるのが英雄じゃないかと思いますそのトップに立ったときに、はい、自分がどうするかという権力を得たときにそうです、ね、どうするかというのがやっぱりその人が本当に評価され続けるかどうかという違いですね。はい、何のためにいきたいのか<ー>やっぱり万民のためにというように正社はなっていただきたいです。わ、はいねはい、かりました あの最近思うのが、やっぱり良い生き方をしたいなというふうにつくづく思います。はい、<laughs> またご指導よろしくお願いいたします。はい、あ、そう、はい、本当です。ありがとうございます。<laughs>